ヒダサンショウウオは、サンショウウオかサンショウウオ族に分類されるユウ類。日本固有種全長8から18センチメートル。胴体の左右側面にそれぞれ入るシワは13本。シは短く体型は、がっしりしていて、オア丸い体色は、紫がかった暗色で背面に黄色い斑点が入る、こともある。地域により、体型や体色に変異がある。卵納は、バナナ状で、 先端は柄のようになりこの部分を平たい石等に付着させる。卵納は水中では青みがかった虹色に見える。孵化直後の妖精の外エラは大型だが成長に伴い小型になる。妖精の獅子には黒い爪状の角質がある個体もいる。産地にある森林に生息する。夜行性で昼間は石や落ち葉の下などに隠れて休む。食性は動物食で 昆虫類や節足動物、ミミズなどを食べる。幼生は小型の水生昆虫や甲殻類、ミミズなどを食べる。繁殖形態は卵性で2から5月に渓流に卵のに包まれた5から20個の卵を産む。卵は8週間で孵化し、幼生になる。幼生はその年の周期か幼生のまま越冬し、翌年の夏季に変態し、幼体になる。 開発による生息地の破壊などにより生息数は減少している。ありがとうございます。